当にもういいんですか？まったく、肝を冷やしたぞ。でも本当によかったよ。しかし、赤い蝶が高峰さんを狙ってくるなんて。後世は望みにとって大切な人間だ。あり得る話だろう。今回の件で分かったことは二つだ。我が輩の呉服の力が及ばないほど赤い蝶の力は強い。そして、あやつは望みとその周囲の者をたたり殺すことを厭わない。つまり、もう一刻の猶予すらないということだ。のろみち、最後の対話は明日の夜だった。それが今晩に、一日前倒しになっただけだ。危険な魂を。これ以上放置はできません。もう私は覚悟を決めました。コウセイ君、私これからカンナさんとケットシーちゃんと境内に行くよ。もうこれで全部終わらせるから。苦しませてごめんね。コウセイ君はお部屋で休んでて。バカ、何を言ってるんだ高峰コウセイ。呉服が効かない以上、こうして会話している間にだって何が起こるかわからないんですよ。そうだよコウセイ君、私はもうコウセイ君が危ない目に遭うのは嫌。コウセイ君が死んじゃったら私も生きていけないよ。だったらもう。もうすぐわかると思うが、まだ調査は必要か？対話をするつもりなんですか？赤い蝶の娘さんの魂は現世では人に転生していることまでは調べられたんですが、居場所の特定も必要だ。やはり明日の夜になってしまうぞ。お前たち、その間どうやって身の安全を？それは構いませんが。待って、今の言い方、コウセイ君はまるでいないみたいじゃない。
確かに気にはなるが、危険すぎるぞ。そうだよ、危ないよ。では、私とのぞみさんも同行するという形でどうでしょう。いや、それだと調査の方が我が輩一人で大変なんだが。貴様、こんな時ばかり持ち上げおって。まあいい、乗りかかった船だ、やってやる。康生君、もう出歩いていいのかい？いやいや、治ったんならいいんだ。とにかくよかったよ。そうだ、しばらくうちに泊まっていきなさい。万が一のことがあるといけないからね。お父さん、カンナさんにも今晩泊まってもらっていい？ああ、あなたは確か年末にお世話になった。秋月カンナと申します。突然押しかけて申し訳ありません。いえいえ、とんでもない。普段のぞみがお世話になっているんですから。夕食は何がいいかな？康生君の全開祝いということで、すき焼きでも。ん？なんだい？ああ、あれを見つけたのは康生君だったのかい。隠しておいたんだけどね。隠しておいたってどういうこと？お父さん、うちの神社に秘密があるの？秘密ってほどのものでもないんだけどね。あまり聞いて楽しい話じゃないから黙っていたんだ。血生臭い話だからね。ああ、そうだよ。あの、できればお話をしていただいてもいいでしょうか？お願いします。お父さん。いや、まあ別に構わないけど、ちょっと長い話になるよ。うちに行こうか。実は赤岩様は親子ともども鬼人に殺されてしまった。結果赤岩様は怨霊となり、周囲の村人にたたってしまったんだよ。だがその娘の生まれ変わりの巫女が現れ、お祓いをし神社を建て怒りを鎮めた。つまりこの神社を建てた私たちの祖先は赤岩様の娘が転生された方なんだ。だから毎年巫女が舞を奉納していたんだね。それでこの話にはまだ続きがあってね。どうした、高峰康生？なんだ？カフェステラと死神の蝶